意志を持った石、ロックエレメンタル。ドンファンや川のような皮膚とは違い、彼の皮膚は石そのもの。大仏もびっくりな存在。出会ったら終わりだ。山のような存在、ティタノサウルス。想像を絶する巨体を持つ超大型恐竜。山と言ったらと聞かれたら、富士山、エベレスト、ティタノサウルスとそう呼ぼう。ふと思った。山のような存在、ティタノサウルスと、石そのものな存在、ロックエレメンタル。この2匹が相対した時、一体どのようなことが起きるのか。そして今日この日、どちらが本物の第一かが決まります。宇宙を愛してやまない皆さん、こんばんは、ジョン・ガニータです。解説は元タコタコボンさんにお招きいたしました。タコボンさん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今回はティタノサウルス1匹、ロックエレメンタル10匹での戦いとなります。どういった戦いになるのか楽しみですね。今日は大事な戦いですからね。まあ、いろいろ考えてると思いますよ。もう、デューですよね。違うと思いますよ。はい、失礼しました。ご忠告ありがとうございます。それにしてもノリノリですよね。はい、ありがとうございます。さあ、そして今回もサルバドーレ・イン・チンパンさんにお越しいただきました。審判のチンパンです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、サポーターの声援大盛り上がりとなっていきました。それでは選手の様子も見てみましょう。さあ、ティタノサウルスの様子です。美しい前歯です。もういつも頑張って磨いてるんでしょうね。さあ、横から見たらもう山のような大きさですね。素晴らしいですね。ではスタッフ、大きさの方を比べてみましょう。これは大きい。もう彼絶好調ですからね。これが俗に言うダイナマイトボディだ。さあ、続いてロックエレメンタル選手です。万全を期してますね。緊張なのでしょうか。すごい硬い表情ですよ。はい、しかしこの数ですから相手も驚いてるんじゃないでしょうか。そうでしょうね。あへ、やはりこの場合だと激しい戦いが予想されますよね。はい、ではスタッフ、大きさの方を比べてみましょう。いや、やはりこちらも大きいですよね。もうケンケンですよね。タコモノさん、もうケンケン。それでは間もなく始まります。ピー。さあ、試合の笛が鳴りました。試合スタートです。やっと歴史に名の残る試合が始まりましたね。おっと、ここで大きく前進。あー、いいですね、切り替えが早くて。おっと、その偶然ボールを投げ込む。流れるような攻撃を演出しています。激しいですよね、興奮する。で、おっと、でかいぞ。潰しにかかってきた。足の使い方非常にうまいですよね。うわーっと、ここで終わった。ありえん。早い、早すぎる。おたけびを上げてしまいました。ここで試合終了です。いや、ゴーレムさんには頑張ってほしかったんですけどね。また再びやらいる。まだチャンスはあるぞ。2対1圧倒的状況、どう飛びかかる。これは緊張の一瞬ですよ。見どころですよ。さあ、ここからが本当の戦いとなります。審判笛を鳴らす。レッドカードか。審判の審判も興奮してますからね。さあ、大事な場面です。負けると全てがなくなってしまいます。どう仕掛けてくる。いや、こういうシーンでもね、見ててもハラハラしますよね。はい。そして大きくまた再び叩き込む。今彼の顎外れました。顎を直した。1対1。どう顎しゃぐれた。ここで試合終了です。いや、それにしてもよく戦い抜きました。いや、ほんとよく戦い抜きましたよね。僕のキュンキュンなゴーレムさんもね、頑張って殴ったんですけど、やはりサポーターの愛としては負けてしまったということでしょうね。ああ、なるほど。サポーターの愛。そうかもしれませんね。さあ、本日の勝者はティタノサウルス。ティタノサウルスに大きな拍手を。本日もこの時間帯がやってきてしまいました。お別れの時間帯です。解説は元タコタコボンドさんにお招きいたしました。タコボンドさん、今日もありがとうございました。はい、ありがとうございました。そして審判のチンパンです。そして私、ジョン・カニタがお送りいたしました。それでは皆さん、ごきげんよう。さよなら。はい、さよなら。デュー。あー、最後雑ですね。もう少し丁寧に言ってほしいですね。はい、わかりました。デュー。